皆さんこんにちは、太郎です。本日は12月31日土曜日です。2022年もですね、今日で終わりますが、まあ私の場合は変わらずね、こういう時期でもきゅうり収穫、きゅうりの管理作業、そして箱詰めで頼まれれば出荷と、まあ競りが行われないので市場側から相対出荷を頼まれれば出荷という形をとっておりますが、まあ普段通りの生活ですね。まあ今年もですね、まあ終わるということで、そしてまた私は2022年から YouTube を始めましたが、たくさんの方々にね、視聴していただきました。本当にありがとうございました。30歳になる年ということでね、今年からの挑戦と思って始めてみたんですけれども、まあ全然うまくいかなかったんですが、最初の方はですね、ポツポツとちょっとずつ視聴回数やチャンネル登録者数も増えてきて、まあ1年経ってですね、2000人を突破することができました。チャンネル登録者数ですね、2000人突破することができました。ありがとうございました。またね、今後も頑張っていこうと思いますので、よろしければまた見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いしますということで、はい、いつものように内容に移るんですけれども、今日はですね、今日もですね、つるおろしきゅうり、そちらになります。でね、結果から言うと、これ今最初の一列ね、ここ収穫してきたんですけれども、実がね、伸びてきました。前回の動画で私のつるおろしきゅうりは摘心のきゅうりね、一ベッドだけつるおろしきゅうりしてるんですよね。こっちで、こっち以降は全部摘心なんですが、摘心といっても今ね、今年の私の目標であるつるおろしのエッセンスを入れたいということで、最盛期が終わった後につるを上に上げて、摘心きゅうりもですね、ちょっとつるおろしチックな栽培をとってはいます。まあ、ただね、その両者を比較した時に、つるおろしきゅうりは短かったんですよね。であれって思ってたんですけれども、収量が少ないとかそんなないんですよね。実も1本あたりの実の重さとかそういうのも結構あって、まあ、要はずんぐりむっくりなね、そういうミニタンクのような実が多かったわけなんですけれども、今回ね、ちょっと知人から指摘をいただきまして、葉っぱの枚数が少ないんだなということにね、気づいて、つるおろしきゅうりのですね、今葉っぱを温存して、結構増えてきました、葉っぱがですね。で、12枚前後が適正な葉っぱの枚数になると言われているらしいんですけれども、つるおろしきゅうりはですね、まあ私のきゅうりはそこまでなかったんですよね。っていうのも、私がどんどん適応してたので、つるおろしきゅうりって見た目がね、綺麗なので樹勢があるように勘違いしておりましたね。私はいつも摘心きゅうりばっかり見てたので、つるおろしきゅうりは元気だと思ってたんですけれども、やっぱり気温もね、低いですし、日照時間もね、まだまだ短いので、樹勢としてはね、やっぱ弱かったんだろうなと今になって気づきましたが、まあそういうこともありまして、葉っぱを温存してですね、なので触らないですね。余計な芽は、お花とかそういうのは取るんですけれども、触らないことをしておりました。そうするとですね、結構ね、今日効果が出てくるのはまあ遅いだろうなと思ってたんですが、温存を始めて1週間ほどでしょうか、結構ですね、実が太ってまいりましたね。そして太ってきたのはいいんですが、長くなってきました。はい、ここですね、つるおろしきゅうり、こっち摘心、摘心って言ってもつるは上げてるんですけどね、もうなんか色味が違いますよね。やっぱり全ての葉っぱが若いというのもあって、はい、ちょっとね、また前回のどんなだよって思われた方はね、ちょっと前回の動画見ていただきたいんですけれども、よいしょ、はいはいって言っては分からないですよね。ね、こう、うん、こ
これ多分ですね47、8本の長さなんですけれども、まあ1箱 5.5 キロ箱ですね。私は平箱じゃないのでレギュラー箱に入れてるんですが、なんだろう、ちょっとね比較対象がないですが、ちょっと今メジャーもないですしね。ただね、まあ、結果ね本当長くなってきたんですよね。ほらずんぐりむっくりじゃないですよね。はい、こんな感じでね細長いキュウリになってきました。逆にちょっとねもう摘心の方はちょっと細長くなりすぎてきたかなという感もあるんですけれども、摘心の方はですね、まあでもそれも部分的ですね。こういう太いやつもありますので、ただまあ摘心の方にはそのなんだろうね、そのね短くて太いそのずんぐりむっくりはなかったんですよね。なぜかなと思ってね、まあそのご指摘をいただくまでですね、知人からすごい、まあまあ出荷できないとかねそういうのではなかったんで、まあいい、まあ大丈夫だったんですけれども、やっぱり気になりますよね。形が汚い、汚いんじゃないな、見慣れない身という言いますかね、まあ、悩んでたんですが、うん、見事ね、いや本当に聞いてよかったな、見事伸びてきましたね。うん、伸びた伸びた、まあ、まだちょっと傾向的な、ちょっとねちょっと短いですけど、ただもうほぼね長さ的には遜色なくなってきましたね。はい、このような感じね。まあまあちょっとまたね太さは感じますけれども、長くなってきました。もちろん特別ちぎるのを我慢したりとかそういうことはねやっておりません。はい、うん、まあまだまだちょっと太さ、これはちょっと極端ですけどね、極端な身ですけれども、ただ前回の動画見ていただくと分かると思うんですが、この伸びてきてるなという傾向はねもう本当見て取れると思います。はい、ということで収穫を続けておりますが、まあねある程度収穫してきましたが、やっぱりまあまあね、まあ、ちょっとね太い傾向はまだもちろんありますがね、細長めのねキュウリになってきましたね。まあ、スマホがこのぐらいです。どうしようかな、スマホがこのぐらいと思えば、まあまあまあね、ちらほら、まあ、このように太いのもありますが、まあ、この極端に太いのはあれですね、私の動画中でよく出るちぎり忘れですね。それ以外はですねある程度いい長さまでね来るようになりました。うん、結構ね、まあ、まだね今日も時たま出てきますが、以前はこのぐらいの長さでですね、このぐらいこういう太さもうぶっちょになってですね、ずんぐりむっくりで、なのでなんだろう、本数的には全然作れるんですよね、箱詰めできるんですけれども、なんだろう、なんかねすごい箱の中がね、まあやっぱり今までちょっと細長めの編集を作ってきてたので、まあ、それもあると思いますが、ちょっとねなんだかなと、もちろん品種によってはこういう短く太い品種もあると思いますので、まあ、一概にねその細長いのがいいとは言いたくないんですけれども、まあなんか細長いキュウリの方がねなんかよく見るキュウリといいますか、なんかねしっくりきますよね。まあ、そういうのもありまして、要はねなんかねズッキーニに近くなるようなね形的にキュウリじゃなくて、まあ、そんなイメージがあったのであれと思ってたんですけれども、まあまあこのね今温存を始めてから、まあ動画更新してからはまだそこまで経ってませんが、葉っぱの温存を始めてからは1週間ちょこっとほど経っております。10日は経たないかなぐらいですけどね。まあ葉っぱの数もね、まあつる、その間につるは1回下ろしたかな今。まあつるを1回下ろすことにねやっぱり葉っぱ取ってないんで、どさっとねやっぱり葉っぱが増えたような感覚にはなるんで、まあ良かったかなと。
思っておりました。この調子でね、もうちょっと温存しようかな。下の方にね、まだね余裕があるので、まあ、ただね、あんまり下の方をワシャワシャしすぎてもちょっとね、やっぱりこれからね、どんどん日照時間も長くなって、まあ、ちょっとずつ日照時間が長くなればちょっとずつね、暖かい時間増えるとは思うんですけれども、まあちょっと病気とかね、そういう日照時間長くなるということは病害虫も元気出してくるのかなと思いますので、そこへんもねやっぱり不安ですので、まあ、やりすぎに気をつけつつですね、しっかりちょっとこの葉っぱの枚数着目して、まあまあ地面につくかなぐらいはいいかなと思っております。でももうつるを下ろしているこのね束な、なんだろう、この横にねこう進んでいるこの茎に、なので、なんていうかな、葉っぱがもうね、この下ろしたつるに、下ろしたつるに葉っぱがついている状態は避けようかなと。まあ足元まで葉っぱがあるの OK なので、まあ本当この辺が最後かな。でもね、こういうマルチの上に乗っかってるようなつるには葉っぱがない状態をねちょっと目指して、うん、まあ、なのでね、ほんと外側だけですね、このぶら下がっているつるだけ、そこだけに葉っぱがなるような形をちょっとね、理想、まあ、理想ですけどね、管理が追いつけばそれを目指してちょっとね栽培してみようかなと思っております。まあね、上の方は相変わらず姿いいなと思ってね、惚れ惚れするようなね見た目しておりますので、まあ、この調子で管理を続けていこうかなと。まあまあ葉っぱも私的には綺麗でいいと思ってるんですけれども、どうなのかな、なんか、まあ、そういったもしね、なんかなんとか欠乏出てるよとか、なんか水が足らないんじゃない、何かが足りないんじゃないとか、もしね状態を見てなんか思うことがあればまたコメントとかいただけたら嬉しいです。で、まあ摘心の方はですね、変わって、まあ、このような見た目ですが、特段ね、まあ適心の今ぐらいの見た目かなという見た目はしておりますね。まあこの古い葉っぱがね、ちょっとテレッとでちょっと黄色っぽくなったりですね、何ですかね、あの点点点ね、マグネシウム欠乏というんですかね、クド欠乏、ちょっとよくわからないですが、まあそういうなったのがあったりと、まあ適心の方はそれなりの見た目ですけれども、やっぱりつるを上げてる分、まあその上がってるところ周辺は綺麗に見えるかなというところであります。まあ、このような形でですね、今作できる限り頑張っていこうと思いますの で、またね、まあ、この私の気づいたこと、こういったことをねちょいちょいと動画にしたりして発信していきますの で、もしね興味がある方、お時間がある方はですね、またお付き合いいただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。そして2022年ですね、今年もご視聴ありがとうございました。また最初冒頭には申し上げましたが、来年もですね頑張っていきますので、ぜひご視聴、そしてチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。良いお年を。